皆さんご覧ください。今日は何が届いたんでしょうか。伊勢エビです。これがですね、やっと最近が物流少し良くなってきたので、買って。降り出しましたね。もう5月なのにもう寒くなってきましたね。これからまた PCR だって。傘持っていくかな。じゃあこのシアオトゥイチャの検査キットを持って出かけますね。あ、スロスロ、好的。お、また例の配給が来ました。今回届いたもの、またこの漢方薬ですね。病気かからなかったら飲まないでねって言われています。あと抗原キットですねが配られています。お野菜、おお これ何ですか。ああ、西蘭花。でかい、こんなでかいやつ一つと、なんだこれ、暖かいね。大丈夫か。服の中でめっちゃ暖かい。おお、マッシュルームで、マッシュルームっぽいね。キノコね、キノコだ。お、これどうやって作るんだよ。俺わかんないね。これなんだよ。これもキノコ種類だね。已经发霉了ですね。毛がついてる。大丈夫か。食べられる。やばい。おお、ニラではないけど。種類不明の植物です。食べたことない。蒜苗かもしれない。これはあれですね。名前が出ない。ど忘れた。後で調べます。キャベツとチンゲン菜ですね。とおお、ファーメルですね。見て、もうファーメルですね。そら豆です。もう処理しないといけない。困ったな、こんなもの。こんなものって配ってもいいのか。今日はもう5月の13、ロックダウンして53日目です。もう大変ですね。5月の10日、50日目のところに、上海市の政府は、なんか、軍令状というのは、保証書かな？保証書。10日になって、絶対にどういう数字、陽性者の数字とか、までにコントロールします。じゃないと私たちや政府の担当者は辞めますという保証書、準備状ですねを出したんですけど、奇跡的に11日出た数が本当にですね、全部の上海の区のそれぞれの区長の保証書通りに数が減った。ほぼ半分ぐらい減ったんですね。しかしその翌日の12日とか、今日13日に発表した数が減ったところがまた増えてきた。今までずっと少しずつ減ってきて、この保証書になった日がぐんと減って、また翌日少し増えてきた。最近できたこと、最近発生したことですね。一つはですね、もうだいたいそろそろロックダウン解除の目安が発表されました。
あ、またカレンダー取ります。今は13なんですけれども、あのこの20日、来週か、来週ぐらいで、学校の準備、まず高校2年生と高校3年生と中学校3年生、どうしてもですね、もう中国はですね、大学入学試験と学級の試験があるから、どうしても受けないといけないから、20日に目安で、頑張って、学生さんが学校に戻れるようにするんですけど、ただ戻った人としても学校に閉じ込められる予定です。家に帰ることができません。もう一旦家を出たらもう家、おそらく卒業までこの学期、まあ、中国は通常はですね、5月の次に6月か、6月1日で学期が終わります。6月1日で学期が終わります。7月に夏休みが始まるんですけど、7月と8月にアメリカと同じなんですけども、そこまで解除できるんでしょうかね。もう一つの最近の出来事なんですけど、コロナと関係があるかどうかはまあ言い切れないんですけれども、重慶空港でチベット航空の飛行機が滑走路から飛び出した事故、炎上事故がありましたけれども、負傷者がいました。私のチャンネル見たら分かると思うんですけど、飛行機や旅行が好きなんですけれども、やっぱりそういうニュースに対してはですね、いろいろ心配することがあるんですね。コロナと関係があるかどうかまだ事故の、調査結果が出るまでは分からないんですけれども、しかしやっぱりパイロットたちはもうすごく久々、業務がないし、航空会社もですね、そうですね、人員削減でちょっとその辺はですね、整備士とか点検とか手抜きが発生しないかと、少し前にもですね、ちょっと航空機の、中国東方航空雲南支社の、墜落事件がありまして、まだまだ結果が出ていませんけれども、今まで中国は何十年も十何年もね、全く死亡事故がゼロな航空業者がいきなりですね、2回連続事故が発生、大きな事故が発生しまいましたけれども、コロナとこのコロナの規制でみんな国際線どころか国内線さえ、もともと前の年は国際線ダメだったんですけど、国内線まだ盛んだったんですね。私も何度も何度も飛行機乗りましたけれども、しかし今年に入ってからは国内線さえもほとんど全滅ですね。もう一つの話なんですけれども、ディズニーランドです。私はですね、ディズニーファンってことは皆さんご存知かもしれないんですけど、私のチャンネルもディズニーの動画いっぱい投稿しています。で、一昨日かな、韓国でディズニーを作る噂が出てきました。韓国でディズニー作るんだよ、ディズニーランドを、作るんだって。いや、それはですね、コロナと関係があるかどうか分かりませんけど、ただ世界的にですね、中国と、中国を頼りにしすぎないようにするというのが、まあ、明らかな傾向になっているので、まあ、こういった、まあ、アジアではもう日本もあって、中国香港も中国上海もあって、しかしですね、やっぱり上海はですね、もうご存知だと思いますけど、今の現在まだ一時休園中ですね。で、将来的には運営再開としてもですね、またこのゼロコロナが続く限り閉じたりやったりする可能性が高いので、将来的な発展がやばいですね。ずっとコロナがゼロコロナが変わらないと、もうあらゆるビジネスができなくなるんですね。だからその点で考えると、韓国を考えるアジアで中国の上海ディズニーランドの代替で韓国で作ってもいいのではないかと、昨日私がですね、 TikTok でライブをするときにファンの皆さんとお話し合いをしました。やっぱり皆さんもいろいろ観点で韓国はいい選択ではないんですけれども、中国上海ダメだったらやっぱりディズニーが長期的な計画としては少し検討してもいいじゃないかという結論が出ましたね。ということで、最近発生したことの報告です。まだまだロックダウンが解除するまで
時間かかりそうですね。次回の動画じゃ、ロックダウン解除の動画になるかどうか分かりません。私は外に出れるかどうか分かりません。ちょっと楽しみ、皆さんも楽しみしてください。また次でお会いしましょう。バイバイ。